今日から怒涛の5連戦、その幕開けは1位3位の注目の上位対決となりました。2020年明治安田生命 J2 リーグ第10節、徳島ヴォルティス対ヴィファーレン長崎の一戦をお伝えします。ではスタメンをご紹介しましょう。徳島は前節から変更なしです。キーパー上福本、最終ラインは藤田、内田、石井、田向、中盤が小西、岩尾、渡井、そして前線に杉森、柿田、西谷が入ります。対する首位アウェーの長崎です。こちらは2人メンバーの交代がありました。今日キーパーは徳重ではなく高際です。最終ラインが舞熊、フレイレ、二見、亀川、中盤が海洋セザール、秋野、吉岡、名倉、沢田、吉岡が4試合ぶりのスタメンです。そしてワントップに富樫啓満が入ります。この序盤非常にこう前からね、はめていこうという意識がね、非常に長崎高いように感じますね。手倉森監督の試合前のインタビューも、おっとここは中抜けていく、縦にパスが出て柿田だ、いきなり先制点徳島、開始わずか1分経たないうちに柿田の先制ゴールが決まりました。2試合連続です。どうでしょう、ちょっとディフェンダーに当たったようにも見えましたが、もう一度、まあ、前からね、長崎がプレスをかけに行った中で、このセカンドボールをうまく拾った中でドリブルで持ち込みましたよね。まあ、角田のこの動き出しの良さですよね。ここは今度徳島が押し込まれる形になりましたが、フレイレから左へ、亀川と杉森、二見がフォロー、あ、前開けましたね。寄せざる、フリーになる、ミドルを狙ってきました。まあ、当然ここは一発積極的に行こうぜというメッセージもありますよね。そうですね。ニアサイドで今フレイレのマークを受けている状況です。その柿田が動き出す、低いボール、後ろから西谷、ドリブルで仕掛ける、クロスが入った、ヘディング、柿田の頭でした。よくここはしのぎました。先ほどキッカーを入れ替えましたが、藤田がシンプルに入れてくる、ファーサイドこぼした、さあ内田のシュート決まりました。ファンブルしたボール、隙をついてきっちりと決めてきました。試合時間50分、内田航平のゴールで2点差にしました徳島。長いボール、入ってきたボールに対してファンブルですね。まあ、どうしてもこういうキーパーのミスというのはね、直接失点に関わってきますからね。下げて大竹、海洋セザール、あー、しかしここでトラップの隙を突きました。滑り込んだ相手を見て渡井が収める、柿田が左でスピードに乗る、後ろから西谷も来ます。さあ渡井、ドリブルで運んで自ら仕掛けてシュート、仕留めました。エースナンバー10、3点差に広げました徳島。試合時間56分、さらにリードを広げます。躍動してますよね。まあ、ここで長い距離のドリブルだったんですが、その中で右側から対応せざるを得てますよね。それを感じながら左にパスを出すと見せかけてね、うまく切り込みましたね。最後は針の穴を通すようでしたね。うん、そうですね。パスを狙ってきました。縦に入れて富樫を狙いましたが、ここは悠々クリア徳島。後ろから秋野、富樫が動き出す、縦に入れて大竹、大竹のシュート、1点返しました長崎。試合時間77分、大竹のゴールが決まって点差は2点に縮まっています。まあ、うまく抜け出しましたね。ギリギリだったと思うんですけどね、ここから斜めのボールですけど、まあ、左足そんなにね角度があるわけではないですけど、うまくゴールの隅に抑えましたね。さあ誰を狙うか、川田ニアに飛び込んできた、そらした、さあこぼれて、いや川田らしいプレーですね。らしいですね。この速いボールに対してボールを本当にこうかすらすようなね、はい、かなり選手が密集しています。一度下げさせた徳島、フレイレから左サイドへ、二見がこの位置まで上がっています。
岸本のクリア、このボールを見て今笛が吹かれました。徳島今季2度目の連勝、なんと相手はここまで負けなし、首位の長崎相手に初めて黒星をつけました。価値ある勝ち点3を手にしています。